一息で。めっちゃさ、準備さ、まったりしてたらさ、結構さ、ギリギリになったわ、配信。ごめんよ。はい、今日は、お稽古が、昨日、台本読みで、まあ、来れなかったメンバーも何人かいるんですけど、ほとんどみんなで台本読みをして、今日から、稽古で、私は、昼過ぎから夜までお稽古が あるんですけど、まあ今回オムニバスなので、その稽古の話話でお稽古していくんで、こうなんて言うんだろう、みんながあの全員集まってっていうのは、多分それこそその舞台終わりの曲の多分レッスンとか、でもそういう時ぐらいしかあんまり稽古でみんな会うってことはないし、なんなら同じ話に出ないメンバーは全然会わないっていう感じになっちゃうんですけど、まあ私がね、今日は出る話の稽古があるので、それに行きたいと思います。そうでね、それ終わった後になんか13かな、ちょっとさ、行くのめっちゃ迷ってんだけどさ、13かなんだけど、なんかチーム4の、レッスンがあって、なんか今日荒通しらしくて、そうで、なんか私お稽古時間が終わる時間ぐらいから始まるんですよ。だから若干遅れていくんですけど、まあ行こっかなって思ってるので、それがね、何時に終わるかっていうのが未定らしくて、なんか出来次第終了みたいなって書いてたので、何時になるか分からなくて、うん、そう、でも多分普通に頭から通したとして2時間ぐらいはかかるから、ってなると多分23時過ぎとかに多分帰ってくるかなと思って、お店も遅くなっちゃうかもしれないし、ちょっとショールームの時間がね、微妙に分からないので、そうだったら、あのね、今日は昼過ぎからなんで、まあもうちょっと下行くんですけど、昼過ぎからなんで、そうそう、何ね、あの時間があるときにね、やっといた方がいいなと思って、ちょっとお昼にねやるんですけど、今日はメイクバッチリ、まつげびしー、よくない、私のこのまつげちゃん、そう、今日はなんか撮影をするかもみたいな言われたんでメイクしてます。スピンに行こうと思ったのに、イエーン。おお。おー、前髪がうまくいかなくて、前髪上げたんはいいんだけどさ、なんかさ、前髪上げたのはいいのさ、でもさ、前髪上げたんまでは良かったんけど、前髪上げたんがなんかちょっと今日似合わなくて、と顔面のコンディション悪めで、今日ちょっと前髪ないのがね、ちょっと似合わなくて、ちょっとへこんでる朝から、そう、まあいっかーと思ってまあいっかーってこんな感じでだーっと、そう、レッスンだ、レッスンです。一番大変なのは初日目に出るメンバーなんだけど、そう、レッスン行くわ、行って端っこで見てるだけだけど、とりあえず行ってみるぜ。うん、なんか昨日さ、本読みあったんだけどさ、内容はさ言えないっていうかさ、そのこういう感じのなんだっけやつをやるっていうのをさ、公式さんが書いてたじゃないですか、そのなんかアンドロイドがうんちゃらかんちゃらとかさ、のなんだっけ、あのラーメン屋のやつがうんちゃらかんちゃらみたいな、そうでさ書いてたけどさ
どれに出ると思いますかって、ね、全部が全部書いてたっけ、ないよ、分からんけど、忘れてるけど、うん、始まるのだなぁと。久しぶりに奥内さんにもお会いしましたし、そう、みんな大人っぽくなったねって言ってました最初、え、誰って言われて、え、京都えなですよって言ったら、えぇ、大人っぽくなってたねって。で、なんかあのキューティーハニーした時に、キューティーハニーの衣装さんが、あのキスキスキスの時と衣装さんが同じで、そう、それでなんか久しぶりってなってて、そうそう、でもその時横内さんも舞台されてて、そうで、見に行けなかったんだよねみたいな、見に行きたかったけどって言われて、そうそうそう、そうなんですよね。久しぶりにダンスの先生とかにも会ったし、結構久しぶりが多かったですね。久しぶりにね、お会いした人が結構、お久しぶりだなぁと思って、めっちゃ緊張したのさ、ほんと昨日マジで。あのさ、自分本読みのさ、自分のさ、なんかの読む順番が回ってくるじゃん、話的に、あ、次うちらの話だみたいな回ってくるときにさ、もうドッキンドッキンなわけよ、ドッキンドッキン、緊張してるわけ。しかもさ、自分の番が来るまでさ、ずっと人の話聞いてるわけやからさ、喉もさ、もう閉まってくるわけよ、やばい、ドキ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 みたいな、そう、本当にめっちゃドキドキだった、もうドキドキドキで、ドキドキで読んで、そう、めっちゃドキドキだった。噛んだ時はもう赤面だよな噛んだ時にキャン、恥ずかしい噛んだわなりましたマジでセリフが覚えられるかがほんと心配。そう、なんかめっちゃ自分のセリフが多いってわけではないんだけど、全然自分より多いセリフの人もいるんだけど、なんかここ、それこそ、まあ、皆さんが喜ぶ言い方をすれば、ここ最近の舞台だと一番喋るかも、ここ数年の舞台の中でだったら一番喋るかもしれないです。そうですね、真面目の時も全然喋らなかったっていうか、そもそも出番がそんなになかったので、先生役で、生徒ではなかったので、あれスポットって生徒にあるから全然喋らなかったんですけど、その前のキューティーハニーも全然喋らなかったし、ライブエアラインも全然喋らなかったし、ライブエアラインからしたら二言ぐらいしか喋ってないんですけど、喋らなかったし、その前なんだろう、その前ってなんだろうね、え、それこそその GP が、 GP 仮面ってあったじゃないですか、GP 仮面ぶりぐらいかも、喋るの。そう、 GP 仮面って何年前よ、私まだ全然10代だったんだけど、え、もしかしたらなんなら JK だったっけ、うち、それはさすがにないか、あれは主役だったからな、あれは主役じゃないよ、あれヒロインです、主役は GP 仮面なんで、私はあの GP 仮面の時は私は主役ではなくヒロインでした、主役は GP 仮面さんが主役なので、そうそうですよね、まだ全然 JK でしたもんね、私制服着てたけど全然いける年だったから、それぶりに今回喋ります、セリフ、うん、それぶりぐらいかな、それまでは本当に全然
そうね、役的にもそんな喋る役、不思議の国のひな祭りもそんな喋ってないので、ほんと1ページぐらいしか喋ってないので、なんでもう何年ぶり、18か、18やろ、19、20、21、22、23、5年ぶりに喋るんですけど、なんかもう自分のさ、その頭がさ、覚えられる頭も、もう学校も行ってないから勉強してなくて、覚えるってことをあんまり、中国語の時は必死ですごい勉強したんですけど、またちょっと中国語の覚えるとはちょっと違う覚えるじゃないですか。だからね、めちゃくちゃね緊張してんの、本当に。久しぶりにこんなに喋る役をいただいたので、嬉しいんですけど、めちゃくちゃちょっとやばいなっていう気持ちもあります。もう1ヶ月しかないので、そう、ちょうど1ヶ月ですね。13日が初日なので、12日まで稽古できたとして、今日が12日なので、そう、「ライブ・エア・ライン」はめっちゃセリフあったイメージだった。うん、ないんですよね。セリフがめちゃくちゃあったのはリッセンの役ですね。私 CA さんだったので、 CA さんはね、なんか「皆さんよろしくお願いします」「よろしくお願いいたします」しか喋んなかった。そう、なんかね、どっちかっていうとね、「ライブ・エア・ライン」はね、パフォーマンスってか、パフォーマーだったかな、どっちかっていうと。そう、セリフを喋ったのは本当に二言ぐらいです。ありがとうございます、皆様よろしくお願いしますしか喋ってなくて、結構ね、ダンスを踊りました。で、歌を一曲歌わせていただいて、そう、だから結構パフォーマンスだったかな。演技だったのはリッセンの方が演技で、まあ、リッセンも歌とダンスやったんですけど、私の方がダンスが多かったっていう感じ。そうなんですよ。超久しぶり。まあ、今回オムニバスなんで、でも結構みんな喋りますね、昨日の。でもちょっと昨日ね、いない人もいたんで、代役で、いない人の役もやりながら、やってたんで、ちょっと翻訳がちょっと誰が誰かって若干分かってないんです。自分が出ないやつって、翻訳が誰か誰か、さすがに全部が全部把握してるわけじゃなかったので、普通に聞いてる感じだったんですけど、結構みんな喋ります。面白いっていうか、いろんな感じのお話があって、よきよき。なんで私は久しぶりに、なんて言うんだろう、頭をフル回転さ、ほんと最近物忘れほんと激しくて、自分でもやばいなって思ってるんで、脳みそをピチピチの10代に戻して頑張ってセリフを覚えたいと思います。 今日はおケークなんで、ちょっと緊張しておりますが、頑張りたいと思います。お稽古の後はその後レッスンだ。まあでもレッスンはね、ぶっちゃけ、ね、座って見てるだけだから、あれなんですけど、特に何がってことはないんですけど。まあ踊れたら端っこで踊ろうかな、みたいな感じなんで。お稽古がもうドキドキしちゃう、やべえ。お稽古ドキドキしちゃうんだけど、ねえ、本当にやばい。ねえ、でも横内さんめっちゃ優しいからな、怒んないし。そうそうそう、キスキスキスぶりなんですけど、でも成長したなって思ってもらいたいな。キスキスキスが何年前、あれ5、6年、5、6、5年前ぐらいかな、だったから、それぶりなんですけど、成長したなって思ってもらえたらいいな。ガンバーだって。Thank you。 舞台でセリフ飛んだことある？だって。今んとこ舞台でセリフ飛んだことはないです。一応ない。ないけど、ちょっと今回のはちょっと若干不安。なんて言うんだろう、なんか今まで舞台でセリフが飛ぶほどのセリフ量を覚えたことがないんですよ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。その、セリフが飛んだりする
のってさ、まあ大体こう結構すごいたくさんセリフがあって、ヒロインだったりとか中心人物やってる人とかってさ、やっぱセリフの量がすごいじゃないですか。私あんまりそんなすごいセリフめっちゃ覚えなきゃいけない、すごいセリフ量だってことが今までなかったので、そう、なんか飛ぶほどのセリフ量はなかったかなって思いますね。そうね、一応今んとこ飛ばしたりとか抜かしたりしたことはないけど、ちょっと今回のはね、ちょっとね不安ですね。 頑張って覚えようと思います。今日は長袖だと暑いと思いますよ。マジでもさ、うち夜なんだよ帰ってくんの。寒くない？夜だとって思って長袖なんだよね。そうそうそう、しかも多分外は暑いんだけどさ、中結構する時中だからさ、そこまで暑くないかなって思ってて、そうで、逆に夜帰ってくる時で、これ1枚ロン T だからペッパラだから寒いかなと思って、これにアウター持っていこうと思ってんだけど、一応まあ行く時はねこれ1枚で行くんだけど、ちょっとさすがに帰りがね心配、寒そう、凍えて帰るのだけはちょっとごめんなんで、あでも18、19ぐらいか、そうマジで日傘持っていこう、絶対あげるわ。昨日日傘持っていくの忘れたんだよね、うち最悪でしょ、マジで焦げたわ昨日。 ほんとマジで昨日は焦げたなと思って。 暑かった。稽古場までね結構歩くからさ、暑いんだよねその間、焦げちゃう、ガングロ玉子ちゃんになっちゃう、ガングロ玉じゃん。でも分からん、焦げたんかな昨日。でも一応日焼け止め塗ってたんですけど、昨日もね日焼け止め塗ってたけど、でも日がさしてなかったからワンチャン焦げたなと思って。そう、化粧も夏仕様になるの？私あんまり化粧に夏とか春とかあんまないかもしれん。なんか色の、唇の色のリップの暗さは変わってくるけど、でもなんていうの、表に出てる感じとはあんまり変わんないな、仕様的にも。なんかこのプライベートでっていうのは変わったりするけど、大体表に出る時のメイクっていうのは基本的に一緒。 一緒。なんか強いて言うならばアイシャドウが気分によって変わるなって感じ。でも基本変わんないけどね、うちも。基本変わんないけど、まあ、でも強いて言うならば、そうですね、リップの色とかマジで変えないタイプの人なんで、プライベートはねコロコロ変えるんですけど、いろいろと。でも言うてリップぐらい、まあ、アイシャドウが時たま変わるぐらいかな。今マスクしてるからぶっちゃけリップもね変えたところで見えないんだよねプライベート。ねえ、ほんとにピエンだよね。それの紫外線にやられるわマジで。マジで紫外線ってなんなんだろうね。紫外線ってなんなんだろうね。キティちゃんに投票した、したもち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 。あれ1日何回もできないっけ？できないか。マジで本当に紫外線って嫌だよね。お肌の大敵なんだけど。ね、1日1回だよね。
昨日うちやったもん。ああ、15分経ったかな。それぼちぼちぼち終了にしよう。頑張ってくるぜみんな、お稽古。いや、マジで暑そう外。ああ外暑そうなの、やなんだけど。暑そうなんやだな。暑いの嫌なんだよ。汗かきたくないんだもん。え、汗かきたくないよね、みんなもね。うちも汗かきたくない、汗かくの大嫌い。そう。じゃ、ランキング読みまーす。13位ヤングさん、12位カズさん、11位ラバさん、10尾だって、9尾みたい。10位キムネムエさん、9位ミャオイさん、8位マックスエイトさん、7位オカヤンさん、6位タカさん、5位チカイシーさん、4位ハル太郎さん、3位アキヒコさん、2位キリアさん、そして今日の第1位はマーニャンさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日、明日も明日はいつ続か知らんけど、まあ明日の、まあ、ちょっと稽古スケジュール次第なんですけど、明日の配信で皆さんお会いしましょう。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。